エキバストス第二発電所にある世界で最も高い煙突、エキバストス第二発電所はカザフスタン共和国エキバストスにある発電所。専務への発電能力を持ち、石炭を燃料とする火力発電所としては世界有数の規模を持つ発電所である。世界一高い煙突があることでも知られている。名称に含まれるグレスはの略である。発電所は 旧ソ連時代の1987年に建設された。現在はカザフスタン政府とロシアのエネルギー企業インテルらをユースが共同所有し50%ずつの権利を持っている。本発電所で生産される電力の3、4はロシアに輸出されている。エキバストスは石炭の露天掘りが行われる工業都市である。この豊富な石炭資源を背景に 付近には1980年に創業を開始したエキバストス第一発電所もある。第二発電所も本来は第一発電所同様500無への出力を持つ8つのユニットを一つの発電所として運用する総出力4000無への火力発電所が計画されていた。しかし現在稼働しているのはユニット1とユニット2のみである。 ユニット3の建設が1990年に開始されたが、その後中断されている。この発電所と国ュタフとを結ぶ送電線は 1150KV の高電圧で送電されている。これは世界で最も高い電圧での送電である。国ュタフからロシアのエレクトロスタリを結ぶ送電線も 1150KV での送電を想定して設計されているが、 実際の運用は 400KV で行われている。発電所のハイガス沿道の高さは419.7メートルであり、世界で最も高い煙突である。これに次ぐ高さの煙突は、カナダ・オンタリオ州にあるインコスーパースタックであるが、本発電所の煙突はインコスーパースタックよりも約38メートル高い。なお、 駅バスとス第一発電所にも高さ330メートルの煙突が2本ある。ありがとうございます。